こんにちは、粟田洋介です。この間カンデンスキーとかモンドリアンを意識してペンとインク水彩色鉛筆でこの絵を描いたんですけど、これのどこがカンデンスキーとモンドリアンなんだってとこなんですけど、まあこの辺のなんか四角絵みたいななんかウィンってなってるところとか、この丸々とかなんか抽象っぽい中に猫の絵を描くみたいな、そんな感じで描いたんですが、今日も抽象絵画の父カンデンスキーとモンドリアンを意識してっていうのかな、まあ抽象画プラス猫の絵みたいのをキャンバスとアクリル絵の具で描いてみました。なんか前に抽象画の楽しみ方みたいな動画を撮ったんですけど、形とか構成の面白さとかって話をしたんですけど、なんか抽象画が分かるとか分からないとか難しく考える必要なくて、なんかデザインとか形とか色とかなんかそういうのが面白いなとか、綺麗だな、美しいな、かっこいいな、楽しいとか可愛いとか、そんな見方だっていいし、まあその作品とか作家とかのコンセプトとか、あと歴史とかね、そういうのを知って、それでまたさらに面白いなって思っていくっていうこともいいと思うし、楽しみなかったなんて本当私は自由だと思ってて、なんか楽しいな、綺麗だなとかね、あとなんか綺麗とか楽しいとか、ポジティブじゃなくて、すごい感情が入ってるなとかね、なんかそこから感じるなとかね、楽しみ方なんていろいろあって、そんなんでもいいんじゃないかなと思います。なんかわからないとか難しいとかって考える必要なくて、もっとシンプルな解釈でいいんじゃないかと思います。わからないって蓋するのもまたそれも自由だと思いますけどね。カンデンスキーとモンドリアン、この人たちは抽象絵画を描き始めた人たちで、なのでさっき抽象絵画の父と言ったんですけど、なんか歴史とか、あとこの人たちのコンセプトとか、そういうのもすごく興味深いんですけど、でも私が作風に取り入れてるのはパッと見の印象みたいな感じで、なので私のコンセプトっていうのは全く違います。私のコンセプトっていうのは単に抽象の中に目で見てなんだかわかる具象的なものが混ざっているっていう感じ。そういう方が私は見ていて面白いので、そういう風な作品を描いています。
カンデンスキーやモンドリアンのコンセプトってなんだっけな、ちょっと忘れちゃったんで学校のね近代美術史で勉強してるんですけど、なんだか忘れちゃったんですよね。だったら何に影響を受けた、何を取り入れてるんだっていうと、なんかカンデンスキーとかなんかルービックキューブみたいな、あと丸みたいなが出てきたり、あとはそのモンドリアンとかもなんか四角いマスみたいな感じで、でなんか色がかっこよく配置されてて、そういうの取り入れたら面白いなーって、なんかね取り入れるって言ってもまあそんな軽い感じでやっています。で、これが完成した絵です。さっきね、ルービックキューブみたいな、マス目みたいな、この辺とかね、描いてる時に気づいたと思うんですけど、なんか、こんな感じとか、なんかこれ、カンデンスキーっぽいなって、私勝手に思ってるんですけど、こんなの違うなって思う人もいるかもしれないですけどね。これね、ルービックキューブじゃなくて、ルービックキューブはね、9個マスがね、これ4つしかないんですけど、これ座布団みたいになってて、座布団と思わなくてもいいし、なんでもいいんですけど、なんかこんな絵を描いてみました。ということで、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。